はい、どうも慶応生パンダです。今日はですね、受験20回経験している僕が第二次西園寺勤務地内閣について、受験に出そうな知識を分かりやすく面白く伝えていく動画やっていきます。はじめに西園寺勤務地内閣の概要、次にこんな順番で西園寺勤務地内閣の時に起きた出来事を解説していきますね。早速始めていきます。はい、じゃあまずは概要ですね。西園寺勤務地内閣はですね、立憲政友会 VS 長州閥、まあ、山形有朋派で言うとですね、まあ、相変わらずね、立憲政友会の側に所属していますと。それでね、任期は1911年の8月から1912年の12月でした。まあね、割と短めな内閣でしたね。はい。そして最大の特徴、これ言ってきます。前回ね、この人総理大臣やってました。第1次の時ね、その時にお金をね、使いすぎちゃって国民から不満が上がり倍ならしたわけですね。なので今回はね、その反省を生かして緊縮財政という、まあお金使わないぜあんまりっていう仕方で政治を行おうとします。これがどんな結末を生むのか楽しみにしておいてくださいね。はい、じゃあ一つ目です。1911年の10月辛亥革命勃発、これ起こっちゃいました。何のことか説明していきますね。まず場所です。これ実はね、中国の話なんですね。中国当時の名前は秦です。帝国でした。戦闘帝溥儀っていうね、いわゆる王様が政治をしていたわけですね。そんな中ですね、覚えてますでしょうか、北辰事変やら何やらね、なんか列強の国に立ち向かったりしちゃってね、ボロ負けしていろんな土地も取られて、で日本にもね、日清戦争なんかで負けて、とにかくね、長年ね、栄華を誇っていた中国にとっちゃね、悲しいことが起こってたわけです。いっぱい、いよいよ革命を起こさなきゃ、そう思ったんですね。そこで立ち上がったのがこの太眉くっきりお目目の孫文ちゃんですね。はい、孫文ちゃんがね、なんとかね、国を立て直そうと、もう帝国やめようぜと、王様がね、政治するのやめようと、政治をちゃんとしてる、しかも民主的な共和国を作ろうじゃないかと、そういう革命を起こして成功しました。そして中華民国という名前の新しい国が作られましたと、そういう事件ですね。このね、共和国、この方式を取ってるのは実はアジアはなかったんですよ。アジアで初の共和国が生まれた、そういう事件ですね。はい、やっぱり何事もね、中国はね、東アジアで一番初めにね、起こしがちだというところでね、そういう特徴が垣間見えましたと。まとめ、中国でおめめくりくり太眉のおっさんが王様を倒し、中華民国という新しい国を作った。はい、じゃあ次ですね。1912年の7月とうとうね、明治天皇様がお亡くなりになられます。そして最近ね、僕たちもね、平成から令和に変わったように明治から大正に変わるんですね。なんと明治から大正への加渡、これが行われた、変更したのが西園寺勤務地内閣の時だったわけです。これも覚えておいてほしいですね。西園寺勤務地内閣の時に、第二次西園寺勤務地内閣の時に、つまり1912年の7月に大正に変わったと、これも一応覚えておいてほしいなと思います。はい。はい、じゃあ次ですね。1912年11月、陸軍の二個師団増設案問題、これですね。これをね、解説していこうと思います。まずね、師団って何？師団って何なんですか？これを説明していきますね。陸軍の、まあ、要するにですね、軍隊のね、編成単位なんですね。はい、師団が多ければ多いほど、つまり師団が多ければ多いほど軍隊が増えます。軍隊増えたらどうなりますか？軍事費かさみますね。つまり師団を増やすということは、確かに軍事的には強くなるけど、国としては軍事費を相当に負担しなきゃいけないことに他ならないわけですね。はい、ここで思い出してください。西園寺勤務地内閣はどんな特徴を持っていましたか？はい、そうですね、緊縮財政、お金あまり使いたくなかったです。なのでですね、この二個師団増設、陸軍がね、頼んだわけです。いや、とにかくね、二つ
俺らの編成隊増やして、そして軍事費多めにしてよって言ったわけですよ。これをね、拒否したわけです。これがとんでもないことを引き起こしてしまいます。何か次に説明していきます。まとめ。陸軍が軍事費をいっぱいあげてと言ったけど、お金使いたくなかった西園寺金持ちちゃんが拒否した。はい、じゃあ次です。上原優作さんの辞職、これ説明していきます。上原優作さんというのは陸軍大臣でしたね。陸軍大臣なんですよ。西園寺金持ち内閣の陸軍を司る男だったと。この人が辞めたわけです。辞めたなら当然次の候補を出さなきゃいけないですよね。そこでですよ、陸軍はですね、まあ、前回のことでぶち切れてますから、もう出さないとね、俺らは候補出さないよと、俺らは陸軍大臣の代わり出しませんよと言ったわけですね。どうなると思いますか。当時ね、実はとある制度があったんです。それが軍部大臣現役武官制ですね。これ何のことか。現役の陸軍の大将もしくは中将と言われた人じゃなければ陸軍大臣にはなれないよという、そういう法律だったわけです。つまり陸軍側が大将か中将をね、内閣側に差し出さないと絶対に陸軍大臣のポストが埋まらなくなってしまうと。陸軍大臣存在しないよってことになっちゃうわけですよ。もうこの人たちはね、切れちゃったからね、陸軍はね、出さなかったわけですよ、候補生をね。つまり西園寺金持ち内閣の中に陸軍大臣がいなくなってしまった。これはもう一つのポストがぽっかり空いてるわけですから、当然自主、当然解散せざるを得ません。ってことで西園寺金持ち内閣はこの事件をきっかけに終わってしまうんですよ。なんとね、緊縮財政を真面目にね行おうとして勤めた西園寺金持ち内閣はそれが逆にあだとなって解散に追い込まれる。なかなか皮肉なもんですね。はい、まとめ。軍事費出してくれなかった腹いせに陸軍が陸軍大臣の候補生を出さなかったため西園寺金持ち内閣が終わっちゃった。今日もね、見てくれて本当にありがとうと思っていますというところでね、もしよかったら登録してくれると嬉しいなとか思ったりしてますよ。そしてね、さらによかったらね、通知ボタン、あれあるでしょ、あのベルマークのやつ、あれもねポチッとしとくとね、ちょっとね僕の動画がね上がった時に通知行きやすくなるんでいいと思いますね。あとはね、できればね毎回見てもらえるとね、結構面白い日本史の知識がどん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 簡単に頭に入っていってすごくいいこと起こると思います。ということで以上です。バイバイ、次回もよろしくねー。